RSTS はデジタルエクイップメントコーポレーションが16ビットミニコンピュータシリーズ PDP-11 用に開発したマルチユーザータイムシェアリングオペレーティングシステム。最初のバージョンの RSTS-11 バージョン1は1970年 PDP-8 用タイムシェアリング OSTSS-8 のチームが開発した。 RSTS の最終バージョン RSTS-E10.1 は1992年9月にリリースされた。RSTS-11 と RSTS-E は通常単に RSTS と呼ばれ、本項目でもそのように記述する。RSTS のカーネルはアセンブリ言語マクロ -11 で書かれ、DOS-11 という OS 上で動作するサラス。 プログラムを使ってディスクにインストールされる。RSTS をブートするとベーシック言語の拡張版であるベーシックプラスの処理系が立ち上がる。リソースアカウンティング、ログイン、ログアウト、システム管理などの OS 内のシステムソフトウェアはカスプスと呼ばれ、すべてベーシックプラスで書かれていた。1970年から1973年まで。 RSTS は5 6イトの時期、コアメモリのみで動作可能だった。この構成で、最大16の端末を接続でき、最大17個のジョブを同時実行できる。プログラムの最大サイズは1 6イトである。1973年末時点で、RSTS がライセンスされたシステムは150ほど、あった。1973年、新機種。 PDP-1140 及び45のためにメモリ管理がサポートされた RSTS-E がリリースされた。メモリ管理サポートによって扱えるメモリ容量が4倍になっただけでなくユーザーモードのプロセスとカーネルの分離が可能となった。1975年22ビットアドレッシングの PDP-1170 のために メモリ管理サポートが改良された。これにより、最大2 RTS と CCL のコンセプトが導入されたが、それらは出願の際にコンパイルする必要があった。マルチ端末サービスも導入され、一つのジョブが複数の端末を制御できるようになった。メッセージ送受信のプロセス間通信がさらに宣伝され効率化されている。同年8月には、 ライセンスされたシステム数が1200となった。1977年、RSTS のインストールに DOS-11 を使わなくて済むようになった。RSTS カーネルは RT-11 マイナスの RTS にてコンパイルでき、RT-11 マイナスのサイラスを使ってシルファイルとしてフォーマットされ、ターゲットシステムがタイムシェアリングで動作中にシステムディスクあるいは他のディスクに コピーできる。ベーシックプラスの RTS は RSTS カーネルから独立したユーザーモードのプロセスとして動作する。システムアドミニストレータはブートの際にどの RTS をデフォルトの KBM とするかを選択可能になった。この頃には3100システムがライセンスを受けている。1978年22ビットアドレッシングが 可能な全機種をサポートする最後のメモリ管理の更新が行われた。PDP-11 がハード的に搭載可能な最大メモリ容量をサポート可能となった。スパーバイズリーモードが追加され、DEC の OS では初めてそのモードをサポートした。d ィーク n e t もサポートされ、コロラドスプリングスにある DEC の RDC から遠隔診断が行えるようになった。 1970年代末にはライセンスを受けたシステムは5000を超えている。1981年、ニバスマシン向けにユーザー空間の命令とデータの分離をサポートし、一種のメモリ保護を可能とした。これを使い、命令に6 4イトデータに6 4イトの別々の空間を使うプログラムが作成可能となった。DCLRTS も含まれており、 DeepNet3 の新バージョンもサポートされている。1983年の RSTS-EV8.0 から06では DEC が販売した最小構成の 18bit PDP-11 をサポートしている。マイケロプドップ -11 でのインストールを容易にするため、事前に生成済みのシルトカスプスが含まれている。 マイケロプドップ -11 用の事前生成済みのバージョンをマイケロスッツとして低価格で販売したが、カーネルの再作成が必要ならフルバージョンを購入しなければならなかった。ファイルシステムが更新されており、識別のため RSTS ディレクトリストラクチャー1と呼ばれた。それに応じて従来の RSTS のファイルシステムは RDS0 と呼ばれるようになった。 新しいファイルシステムは1700以上のユーザーアカウントをサポートできるよう設計されている。この頃ライセンスを受けたユーザーは1万以上で、ほぼ同数のユーザーがライセンスを受けずに使っていったと見られている。1985年から1989年にかけてバージョン9で RSTS は延熟期を迎えた。DCL が主要 RTS とされ、 新たなユーザーアカウント機能をサポートすべく、ファイルシステムも RDS1.2 に更新された。従来のパスワードは、Dadix-50 フォーマットで6文字までという、政権があったが、暗号化されるようになった。従来、プロジェクト番号0のシステムアカウントがあり、プロジェクト番号1の全アカウントに特権が付与されていた。バージョン9以降は、 プロジェクト番号ゼロにアカウントを追加できるようになり、複数の特権を個別に任意のアカウントに付与できるようになった。ラ a t プロトコルがサポートされ、d e e ッ n e t 4の最新版も動作可能となった。それらのネットワーク強化により、任意のユーザーが端末から端末サーバデ d e e p s e r 経由で RSTS マシンに接続できるようになり、VMS の動作するバックスと同等のアクセスが、 可能になった。DCL のコマンド構造が DC ファミリー内で共通していたため、ルックフィールも似通っていた。これはよくある疑似コマンドファイルプロセッサではなく、VMS の機能に基づいている。DCL とモニターに大幅な改造を施すことで DCL コマンドファイルプロセッサを RSTS に統合し、完全サポートしている。DCL はジョブの一部として、 コマンドファイルを実行し、疑似キーボードや実キーボードへの強制が不要である。1994年、DEG は PDP-11 のソフトウェア事業を MENTEC という企業に売却し、DEG 自体はバックスに集中するため、RSTS のリリースをやめた。MENTEC は後に PDP-11 用 OS を非営利の趣味的利用に限って、 無料ライセンスで提供した。また、IBM PC 向けに PDP-11 エミュレータがリリースされ、インターネット上で RSTS のイメージコピーが容易に入手可能となったため、パーソナルコンピュータ上のエミュレータで RSTS-E を実機よりも高速に動作させることが可能となった。最後のリリースとなった RSTS-E バージョン10.1の機能と特徴は、 DEC のソフトウェアプロダクトディスクリプションによれば次の通りである。RSTS ではオペレータとのやり取りにシリアル通信接続を使用する。この接続はローカルな端末なら2 0 m a アカレントループも使えるし RS-230 にインターフェースも使える。またディークネットまたはラットを使ったイーサネット接続も可能である。 最大128の端末を接続可能で同時に最大63のジョブが動作可能である。バッチモードでジョブを実行させることもできる。仮想端末上で一連のコマンド列を実行するアッテプックというバッチプログラムがあり MSDOS のバッチファイルに近い。ユーザーがシステムと接続するにはログインコマンドを使用する。実際にはログインしていない端末に 任意のコマンドを入力すると、自動的にログインプログラムを起動してから入力されたコマンドを解釈するようになっている。ログアウト状態で入力されたコマンドについて、ログアウト状態で実行が許可されていない場合、プリーズ h e ハローといったメッセージが表示される。バージョン9より以前、一行でログインすることもできたが、そうすると、パスワードが画面上にそのまま表示されるので、 後ろから覗き見される危険性があった。b y ハ h e l l o 1 2 Secret.Ready. または I1 2 Secret.Ready. またはログイン1 2 Secret.Ready. 端末の状態はコマンドに対する反応で識別できる。例えば Basic プラス RTS にログインしている場合、KBM は Ready というプロンプトを表示し、 ログアウトしているユーザーには、バイというプロンプトを返す。ログインに際しては、PPN とパスワードを入力する。ユーザーの番号は、プロジェクト番号、カンマ、プログラマ番号という形式である。どちらの番号も0から254までで、特別な例外もある。アカウントを識別するのに、これらの番号を使う場合、括弧で囲む。例えば、10、5、 254、31、2146、20220 20といった形式である。ユーザーがシステムプログラムを起動してログアウトした場合、PPN は0、0となり、シッシュタットコマンドでは、と表示される。これは正しいアカウント番号ではないことを示している。各プロジェクトのプログラマー番号0は、グループアカウントとして予約しておくのが一般的で、 特殊記号で参照できる。あるユーザーの番号が2103だとすると、が前置された名前のファイルは、ユーザー番号20、例のアカウントで格納されたファイルだとわかる。特別なプロジェクト番号が2つある。プロジェクト番号例はシステムソフトウェア用に予約されているのが一般的で、バージョン9より以前には一つしかアカウントがなかった。 プロジェクト番号1を与えられたプログラマには特権が付与されており、UNIX 系のルートに似ているが、1、0から1254までの全員アカウントに特権がある点が異なる。バージョン9以降、システム管理者が任意のアカウントに特権を付与できるようになった。アカウント、0、1は OS のシステムファイルなどに使われている。次の例の右端の太字はコメントである。 ビル ,0、1。ネームエクストサイズプロット、デート SY,0、1。ロズブ SYS0P,6306 順マイナス98リストオブバッドブロックス。ソット SYS3CP,6306 順マイナス98ビットマップオブアリケイテッドディスクストレージ。イニット SYS419P,4006 順マイナス98オペレーティング。 システムローダープログラム。R16CP、4 0ナ6九 -98 システム、エラーメッセージズ。RSTS シル 307CP、6 0ナ6九 -98 オペレーティング、システムイットセルフ。ベーシック。RTS73CP、6 0ナ6九 -98 ベーシック。プラスランタイムシステム。RT11RTS20C。 60-06順 -98RT-11 ランタイムシステム。スワップ SYS1024CP 6306順 -98 システムスワップファイル。クラッシュ SYS35CP 6306順 -98 システムクラッシュダンプ。RSX RTS16C 6023セプテンバー -79 RSX-11 欄、タイムシステム。テコ RDS39C6024 セプテンバー -79 テコ、テキストエディター。トータルオブ1952ブロックスイン11、ファイルズイン SY01。ディルコマンドは CCL としてインストールされており、ダイレクトというプログラムの実行に等しい。01は OS 用。 アカウント番号である。ファイル名の次に表示されているのは512バイト単位のブロック数で表したサイズである。C は、そのファイルが連続ブロックを割り当てられていることを示す。P は、特権ユーザーでも削除できない保護されたファイルであることを示す。次の括弧に囲まれた数値は重心数でファイルプロテクションを示している。 他のプログラマ番号や他のプロジェクト番号のユーザーから見えるか更新可能かライブラリーファイル群はアカウント11が付与されており通常は論理名 LB で参照されるアカウント1にはシステム起動アカウントでシステムのカスプスが含まれておりカスプドルが名前に全一致される同様に13では1.4ではパーセント %1 5では、アンドが前置される。アカウント、1、1は、ユーザーが、ログインに使うことが許されており、ポケシステムコールで、メモリ上の任意の位置の値を変更することができる。したがって、この、1、1がユニックス系のスーパーユーザーに最も近い。RSTS の特徴の一つとして、プログラムの実行手段と実行時に使われる環境がある。ベーシックプラスや、 その拡張であるベーシックプラスに、またもっと古くからの言語であるコボルやフォートランといったプログラミング言語も利用可能である。これらの環境は互いに分離されていて、システムは実行するプログラムごとに環境を切り替えている。この環境を RTS と呼ぶ。RTS の多くはコマンドラインインターフェースを備えており、それを KBM と呼ぶ。バージョン9以前では、 システム起動時の RTS を事前に設定しておく必要があり、その RTS はコンパイル済みプログラムを実行できる必要があった。システム管理者は特別な CCL コマンド群をインストールすることもでき、KBM コマンド群に優先させることができる。CCL は Windows でのショートカットや UNIX 系のシンボリックリンクに似ている。CCL は立ち上げ時に メモリ常駐コマンドとしてインストールするか、システム管理者がシステム動作中に動的にインストールする。ユーザーはログイン後に環境を切り替えることができる。ベーシックプラスで書かれたプログラムはベーシック r t s で実行できる。ベーシック r t s では6 4イトのメモリのうち3 2イトをベーシックプログラム群に提供できる。言語処理系は プログラムのキーワードを1バイトのコードに変換して格納し変数やデータはインデックス付けされてメモリ上別々に格納されるこの内部のバイトコード形式をプコドと呼ぶセーブコマンドでベーシックプログラムをセーブする場合 BAC という拡張式でメモリ上のイメージがそのままディスクに保存されるこのフォーマットは公開されていなかったがイギリスの大学生が BAC ファイルから元のソースを生成する逆コンパイラを開発した。6 4イトのメモリの残り3 2イトは、ベーシック RTS 自身が使用する。以下に、ベーシックプラスのコマンド行の例を示す。レディーはプロンプトである。new.new ファイルネームハワールド。レディー。10プリントハローワールド。20インプットプレスコントロール。 t41 ラインステータス、エードル。30エンド。ラン。ハワールド10時17分 PM01&08。ハローワールド。プレスコントロール。t41 ラインステータス。1キロバイトレ0ハワールド。ベーシックキロバイト2 k プラス 14K0.2 プラス0。レディー。セーブ。レディー。コンパイル。レディー。 ディル,ハル,ル・ハワールド・ナ・ X、クシ・パープル・ SY12 ハワールド・ボス160ハワールド・ BAC7C124 トータルオブ8ブロックスインにファイルズイン SY12 レディーバージアン9以降 DCL が立ち上げ時の主たる RTS とされたが、機械後の実行ファイルを実行する機能はない。 これは口述する RSXRTS がカーネル内に吸収されたために可能となった。DCL は当時の DC のあらゆる OS で導入され互換性を提供していた。DCL の通常のプロンプトはドルである。ドルライトレイハローワールド、イットイズ、カイ、ドルタイム。ハローワールド、イットイズレイチアンマイナスレイ8十0時20分、PM。 ドルインクアイア P1 プレスコントロール T41 ラインステータス。プレスコントロール T41 ラインステータス。1KB0DCLDCLKB4K プラス 24K0.1 から8ドルセットベリファイデバッグウォッチドルショーメモリーメモリーアロケーションテーブルスタートエンドレングスパーマネントテンポラリー 0K から 85K モニター 86K から 1737K、1738K から 1747K、ダップアーズリブ、1748K から 1751K、ムズアーズリブ、1752K、2043K、エクスブーフ、2044K エンド、ドル、コボル、マクロアセンブラ、ベーシックプラスに出かかれたプログラムはコンパイラにより、 機械後の実行ファイルとなり RSX-RTS で実行される。RTS 自体は8イトを使用し、5 6イトがユーザープログラムで使用可能だった。RSTS バージョン7で RSX-RTS がカーネルに吸収されユーザー空間から消えたためユーザープログラムが6 4イト全部を使えるようになった。 このサイズの制限に対処するには、ライブラリーや複雑なオーバーレイ機構を使用する共有メモリを使ってプログラム間で強調動作するなどの方法がある。RSX をデフォルトの KBM とした場合、RSX の標準プロンプトは、となる。run.prease type hello.hello1 2 s e c r e t r u n f o a t h e l p b a r r e t keyboard commands a r e assign dismount help run unsafe.by exit mount shallap.deuce in hello reassign switch.run csp com.csp, haworld equal haworld.csp hotz, run tkb, tkb, haworld equal haworld, lb, csp com, olb, lb, tkb, run haworld, tsk, hello world. プレスコントロール T41 ラインステータス1キロバイト0ハワールド RSX キロバイト 7K プラス 0K0.8 プラス0ディルハワールドナ X シパープル SY12 ハワールドボス160ハワールド BAC7C124 ハワールドアブチ260ハワールド TSK25C 124。トータルオブ35ブロックスイン4ファイルズイン SY12。RT-11RTS は RT-11 のシングルジョブ版をエミュレートしたものである。RSX と同様 RTS 自身は 8KB を使用し、カスプスのために 56KB を提供する。カスプスはフォートラン4やマクロアセンブラで書かれる。 RT-11 をデフォルトの KBM とした場合、通常のプロンプトは、となる。バージョン。プリーズタイプハロー。ハロー1、2シークレット。バージョン。RT-11SJV3 から03。RSTS EV、EV8.0。RPIP。ハワールド、MAC イコールキロバイト。マコール、ティン、プリント、エグジット。 ハワールド、アスキー、ハローワールド、15、12、アシス、プレスコントロール、t4 一ラインステータス、イーブン、スタート、プリントハワールド、ティン、エグジット、エンドスタート、Z、Z、R アールマクロ、ハワールドイコールハワールド、Z、R アールリンク、ハワールドイコールハワールド、Z、R アールハワールド、サブ、 ハローワールド、プレスコントロール、t ィーフォー一ラインステータス。一キロバイトレーハワールド、RT 十一キロバイトに、K プラス四、K 零点六プラス零。ディル・ハワールド、ナ、X、シ、パープル、SY 1、一、二。ハワールド、ボス一、六十。ハワールド、BAC 七 C、百二十四。ハワールド、TSK 二十五 C、百二十四。 ハワールド MAC160 ハワールド ABG160 ハワールド SUB2C124 トータルオブ37ブロックスイン6ファイルズイン SY12 テキストエディタテコは RTS として実装されていたこれは編集バッファを可能な限り大きくするためで RSTSV5 バイトで実装されたこれは RSX や RT-11 といったハム用 r t s よりも早い。テコには KBM が組み込まれていない。ユーザーはテコを通常プログラムのように起動する。テコからユニックスのテキストエディタエドが生まれた。RSTS システムでは CCL としてファイル生成、ファイル編集、テコ、プログラム実行といったコマンドを用意していることが多かった。 次の例は、テコを使って、演習率を20桁まで計算するプログラムである。レディー。ランテコ。ジーズレイ J アンク 2E20UN。ババブ HK。QN。J バック QN10。3UI。チー、プラス 20UA。BLK チン2から 1EQA。クエック。QA マイナス 20I。マイナス 1%I。QQ。 十 U T Q H Q T プラス四十八 U W Q W マイナス五十八 E 四十八 U W パーセント V Q V N Q V ハット T クワブ Q Q U H Q V ハット T A ハケックスドルドル三千百四十一系五千九百二十六兆五千三百五十八億九千七百九十三万二千三百八十四レディー TSS-8 に引き続き、IX コードを使って、PDP-11 用の初のタイムシェアリング、OS が開発され、BTSS と名付けられた。しかし、BTSS という名称はハネウェルが、すでに使用していたため、RTSS に解消。それが、単なるタイプミスから、RSTS と呼ばれることになった。新たなメモリ管理サポートを追加し、 新機種のメモリ容量像に対応。名称を RSTS-11 から RSTS-E に変更した。なお、ソビエト連邦では RSTS のクローンとして DOSKP という OS が存在した。ありがとうございます。